どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうこれです。今日は6月ドラゴンの情報来てるんで見ていこうと思いますが、その前にこちら、今週土曜日18時から開催される千住チャレンジにつきまして、制限時間が25分に、まあ、弱体化されました。まあ、めちゃめちゃもうナイスですね。これは本当にナイス。あのね、てかね、20分とかにしたところで別に誰もやらないし、ユーザー減るだけなんでマジで意味ないんですよね。だからまだ25分なだけマシだと思うし、千住チャレンジ25分、まあそんな死ぬほどきついわけじゃなさそうだから、これはマジでナイスですね。本当にあの結局ね、あのレベル15みたいな感じで難しくしすぎるとユーザーって消えるだけなんですよ、マジで。別にみんなそんなパズドラに命かけてる人って1割とかしかいないから、あ、むずいからやんねえよっつってみんなやめるだけなんだよね。これは25分はめっちゃいいと思う。まあ普通にナイス運営って感じかな。でも、まあ、今日はですね、6月から交換所に登場する新モンスター図鑑画像を入手しましたのでご紹介ということで、まあ今日は寝起きのゆうこれがね、見ていこうと思います。行きましょう。まずはこちらからです。レイランバードからですね、進化スキルを持ちアシスト進化が可能です。見ていきましょう。まずは覚醒からです。おお、なんかアマテラスロゴみたいな感じだね。バインドスキブプラス回復能力を6個、浮遊10強2つ、ボイス超覚醒10強持ってます。あ、でも待って、普通に火力高えわ。アマダラみたいなノリだけど火力めっちゃ高いし、回復力もめっちゃ高い。え、めっちゃいいじゃんこれ。1517回復で回復能力を6個あって、10強3つ浮遊でしょ。めちゃめちゃ火力出せるね。で、進化スキルは2ターンヘイスト HP 全回復スキル進化です。進化後見ていきましょう。進化スキルの進化後こんな感じです。全ドロップの6個を解除、火、気、光、回復の4色陣に変化、消せないバインの覚醒無効全回復は6ターンです。バカ強これ、バカ強これ、強すぎ。例えば花火対策とかでこのスキル使えますし、あとは消せないバインの覚醒無効全回復も6ターンで打てるからめちゃめちゃ強い。めちゃめちゃ強いですね、このスキルは。完璧なんじゃないこれ。本当に何て言うんだろう、覚醒無効を消せないバインドアークとしてはもう最強クラスだし、まあ、アマダラが半減スキル2ターン持ってるんで、発狂対策とか使えたりしますけど、まあ、言うてこっちはこっちでね、あの、軽減スキルこそないけど、逆に言えば軽減ループとかでね、対策できてる編成っていうのはもうね、こっちでいいので、スキルめちゃめちゃ強いと思います。アマドラとは別で、まあアマドラはね、今もう環境最強に強いんですけど、まあ、絶対持っておきたい性能してるんだけど、こっちもかなり強いと思います。はい。続きましてこちら、リーダースキル。チームのソウリアリティが24以下の場合、全パラメーターが2倍。3色以上同時攻撃で 60% 軽減攻撃力が20倍です。24以下。え？リアリティ5なんだけど、こいつ。気づかんかった。レアリティ5でこの性能？え、ちょっと待って、これ強すぎだろ、おい。え、やば。ウルトなロイヤル系の編成においてさ、レアリティ5でこれ入れるんでしょ？は？バッカ強いな、これ。バカ強いし、しかもレアリティ5で、チームソーラリティが24回の場合、全パラ2倍、3色同時で 60% 減、攻撃力が20倍です。はい。これが5なので、で、サブ4枠で残り19だから、例えば8722とか、まあ、あとは6652とか、7642とか、っていう感じでサブのレアリティが縛られますが、言うて全パラ2倍あって、3色 60% 軽減、攻撃20倍はあります。まあ、ただ、追い打ちコンボ加算がない視点で、リーダースキル運用はそこまで強くはなさそう。まあ、実際でもこれは別にリーダースキル運用がそこまで強くないとか、どうでもよくて、サブが最強なんで、まあ、多分圧倒的にサブ運用でいいと思います。正味これをリアで使う必要はもはやないっていうレベルで、サブ性能高すぎますし、しかもレア度5なんで、リアリティ縛り系リーダーとの相性もすごくいいし、もうこれはとんでもないの来たなって感じですね。これとんでもないですね。カリンドラゴン、グランエルブ、レイランバードまで入れれるんで、クソ強そう。これがレイランバードです。はい。レイランバードの耳飾りです。L 字、ヒドル強プラス、キドル強プラス、光ドル強プラス、回復ドル強です。スキルは6解除、ヒーキー、光回復に変化、消せない場合の覚醒無効、HP 全回復が9ターンって感じになってます。これ、ドロ強7個に L 字ありますからね、変数によっては使えそうって感じですね。さあ、続きましてこちら、メタルスピカです。メタルアンタレスの次ということで、次メタルスピカが来ます。見ていきましょう。まずは進化前からです。バインドスキビオン封印、チーム HP2 つ、回復ドル強4つ、ボイス持ちです。小学生、チーム HP 持ってます。はい。で、進化スキル。まず、1ターンの間、全員の攻撃力が2倍、敵の行動を3ターン遅らせるスキル進化が25ターンから20ターン進化です。ちなみにレア度は10ね。で、最初段階です。ロック解除し、回復を機に変化。
1ターンの間全員の攻撃力2倍が3ターンスキルです。ああなるほど。あのメタルアンタですがあまりにも周回特化なんでこっちも周回かなと思いきやこっちはめっちゃ攻略ですね。これまずこいつ自身は火力がほぼ出ないので圧倒的サポート枠でチーム HP3 つに回復努力4つの回復2127ありますので、回復特化で使えそう。なんなら小学生ワンチャン回復努力をつく可能性もありそうなんで、かなり回復努力とか HP 漏れるとかっていう使い道になりそう でスキルはこれ6解除回復後期に変化全員の攻撃力2倍が3ターンなんで、あの特にやっぱ若干エンハンスですね。若干エンハンスが連発されるダンジョン、特に裏千住とかで若干エンハンスめっちゃ来そうなんで、そういうダンジョンにおいて全員の攻撃力2倍が使えるのはかなり強そう。でリーダースキルは76マスで3色以上同時攻撃で攻撃力が25倍、リアリティが全員違う場合 HP が5倍って感じになってます。76リーダーで一応使えて、スキルは全員の攻撃2倍が3ターンで出るからまあ強そう。6解除生成が3ターンで全員の攻撃2倍あるからね。でまあチーム HP も折れて回復努力を待ってかなり面白い性能してると思います。これがメタルスピカです。こっちは人権クラスのキャラってわけだな。そうだけどまあ無難に強いと思います。で武器スキブ機動力を4つ、回復努力をチーム HP 許可持ちです。はい強くない。スキル2ターンヘイスト2ターンダメージ吸収無効全員の攻撃3倍が13ターンです。まあそれこそマーメイドサキュバス持ってればマーメイドサキュバスでいいんですけど、まあ、マーメイドサキュバス持ってない人は大弱枠でこの武器がめっちゃ強くて、スキブ機動力を使い努力をチーム HP1 つで、マーメイドサキュバスはスキブ水努力をプラス回復努力をチーム HP2 つなんだけど、まあそのマーメイドサキュバスからチーム HP 曲を1個減らして機動力をね2個増やしてるみたいな感じなんで、まあ機と水努力はちょっと違いますけどね。なので、ね、弱化ドロップ対策かつチーム HP 盛りたくて回復努力欲しいっていう場合はメタルスピカで代用できる可能性はかなり高いので、持っておけるとマーメイドサキュバス並みはかなりラッキーできるんじゃないかなと思いますっていうようなキャラクターですね。かなりまあ武器は最強クラスだと思います。という感じがメタルスピカでした。交換に必要となるキャラは後日紹介されますのでよろしくお願いしますと。そしてですね5月の交換所モンスターアマテラストラゴンとメタルアンタレスは23時59分までの交換となっております。5月31ね、はい、またの復刻をお楽しみにということで、なんだこれ復刻をめちゃめちゃなんか匂わせるんで、いつ頃復刻されるんですかね、ちょっとわかりませんけど、ちなみにこれの交換所解説はこの後動画で上げます。まあ昨日ね告知した通りこの交換所解説はこの後出しますが、まさかの運営さんからもね今日ドラゴンの詳細来てますので、またこの後すぐにね動画出そうと思います。という感じがね今回の新キャラみたいでした。いやもうこっちはね、でも正直これはね、これレイラン持ってる人正直もう交換必須やねこれで。僕交換所モンスターって正直あんまり好きじゃないんですよ。カリンドラゴンとかの時から僕黒メダル2枚使うから全然好きじゃなかったんだけど、この性能が黒メダル2枚とかで取れるんだったら俺はこのイベント毎月やってほしいね。ここまでの壊れキャラが逆に言えばレイランと黒メダル2枚で取れちゃうんですよ。僕ね一個思うんですけど、あれって僕カリンドラゴンがクソ弱くてハーデストラゴンもそんな強くなかったから僕嫌いだったんですけど、逆に言えばここまでの壊れキャラ出してくれるんだったら黒メダル2枚って安いんですよね。正直言ってこれはあまりにも見合いすぎているキャラなので、なんならこのイベント神です。普通にこれはちょっとさすがにね批判できないです。こんな黒メダル2枚使うからゴミイベントだっていう人もいると思うんだけど、ちょっとこれキャラ強すぎますね。これはここまで強いとさすがにもう黒メダル2枚が高いなんて言えないので、妥当どころか安いです。普通に黒メダル2枚ぜひ貯めてもらって、何が何でもレイランドラゴンは交換してほしいかなって思う。で、まあメタルアンタレスに関しては、メタルスピカに関してはどっちでもいいかなって感じですが、まあ武器がね、かなり強いので武器用に取れたらいいのかなぐらいの感じでした。はい、という感じがね、今回の、交換所ドラゴンとなっております。マジで2体ともね、すごくおもろい性能してるので、6月ぜひね、交換してみてください。じゃあチャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。